今日のゲストはハンペン君です。よろしくお願いします。お願いします。 TikTok に近い歌はこっち早かったと思います。確かに僕がバレエ受験の中途採用をたくさんしたら、うん、この道はなかったと思います。はいはいはい。新卒新卒新卒って形で育成育成ってなった結果、うん、若い力がどんどん入っていって、うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、美容師 TV です。今日のゲストはハンペン君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。初登場っていうか、実はまあこの前あのハンペンのサロンに突撃をさせてもらったんで。あ、やってんだ。そうです。ちょうど昨日撮ったんですよ、収録は。じゃあそっちが先出しで。多分そっちが先になると思います。じゃあそっちもご覧くださいということで、二人は面識あります？あるしらじらしく。ご飯も行かせていただいて。差しで。どのくらい前から知り合いなの？でも、1年経ってない。そのくらい…でもそんな感じ？そうです。結構最近ですね。レセプションパーティーでも会いましたもんね。あ、そうそう。この、うん、その突撃したお店のレセプションパーティー。そうそう、渋谷の。結構、圧巻の。いろんな現場にやっぱいらっしゃるので。確かに。まあ、ちょっと、まあ、まあ、外交も、あれです。僕も今いるじゃないですか。うん、確かに。確かに。まあ、かぶるっていうかね。そうです。なるほどね。見てますみたいな、毎回。うん。どこでもある。いや、ありがとうございます。今日はですね、デイリーアールの大躍進についてちょっと紐解きつつ、うん、インタビューをしていって、うん、まあ、視聴者の方にちょっとでもお役に立つような情報をお届けできればなと思ってるんですが、うん、デイリーアール徹底解剖ということでよろしくお願いします。お願いいたします。まず、デイリーアールについて今、店舗数何店舗でしたっけ？今、3店舗ですね。3店舗、うん、ちょっとテナント的には4階と5階でなんか、うん、大宮の店舗、大宮の店舗、うん、で4って感じなんですけど、ホットペッパーがあそこ1でしてるんで、うん、ああ、つまりなるほどね。なるほどね。はいはい、はい、家を張るなら4みたいな。あ、なるほどね。じゃあ4か。いるよね、でもそういう人ね。家を張っちゃう感じの出店店舗数を多く見せたいタイプの人もいるよね。ちゃんと3って言ってるじゃん、うん、3って言ってます。でもなんか一応 20% の見えで一応4ですね。ちょっと、まあ、まあまあ、ただまあ借りてられで言えばね。そうっすね。別に、うん、実際問題は本当に管理美容師で困ったりとかいろいろあったので。あ、そうなんだ。あ、じゃあ気持ち的にも4なんだ。気持ち的にでも3です。そこはいい。やっぱ3です。出店してどんぐらいでしたっけ？1店舗目出店して3年半ですね。あ、そんな経つか。はい、かれこれ3年半。どうですか、レディアルの調子は伸びてます？200だったんです最初。売り上げが？あ、1店舗目の。はい。え？1ヶ月。要は僕が300、あっちで、あの原宿でやったんですけど、うん、移動して、やっぱ100万くらい落ちちゃった。はいはい。あと、顧客っていうのはやっぱ、埼玉の新規をかき集めて200って。あー。で、顧客のお客さんは一旦ほぼなくなってる状態に近い。エリアが離れたもんね。あ、かなり違うは、ね、原宿から大宮だと、うん。そうです。で、それでオープニングで入った金子が、うん、まあ、30万とかだった。まあ、厳密に180と30みたいな感じで、今年商何億まで伸びてるんですか？大体2億。おお、順調ですよ。カリスマ美容師都内でやってて、そこから大宮行って、うん、店舗増やして、で渋谷に戻ってきて、でちゃんと結構組織化もしてて、若手のスタイリストさんとか新入社員の子とか1年目で売り上げ500万とかやってるんですよ。知ってるよ。知ってるか。あの一応視聡者が知らないから。カトシ君ね。今回のこの渋谷店のオープニング店長、うん、大抜擢。だ、それがすごいなと思ってて、まあ半分の経営者としてのインタビューも結構いろんなところで見てると思うんですが、まあ自分がカリスマ美容師でやってる中で人を育てるのって結構難しいと言われがちなところに対して、その辺のなんかマネージメントというか人材育成について、いわゆる Z 世代の経営志向みたいな観点で、まあ、お話を聞ければと思っております。聞きたい。え、でもすごくね、金子くんってだってマックス売り上げどんぐらいやったんだっけ？1176。好きでしょ。え、大宮で1176で、加藤氏も1年目で500オーバーでしょ。504ですね、加藤氏。金子は6日休んで、うん、途中世界へとかも行ってますからね。あ、じゃあ休みつつ1000万超えてるんだ。超えたっていう。しかも別に金子くんも加藤氏ももともとスタープレイヤーっていうわけじゃなくて、本当にまあ言うたら何もないところから伸びてるわけじゃないですか。うん、そうですね。なんかカウンセリングで中古のベンツとか売るの？2、3台売ってみたいな。やだな、このチャチャいる。チャチャを広げたくなっちゃう。広げる。ベンツはいいよ、広げなくても。ネタで言うと、やっぱ金子、本当のガチな方で、金子のシャンパンメニューを作った方がいいかな。ワンチャン、本当に思ったの。確かに、イケメンだったら、1500いけちゃう。本当に金子とちょっとツーショット撮れるみたいな。なるほど。チャチャ、アイドル的な。本当に気になる
るなと思ってて、はい、もう要は今ってまあ SNS とかも当然あると思うんですけど、はいはい、まあ、みんなやっててもやっぱなかなか伸びない子も多いじゃないですか。そんな中で多分 SNS 中心のマーケティングでそこまで伸ばしたってことですよね。そういうことですね。だから多分日本一の成功事例持ってるんで、うん、まあ、そこら辺のこう考え方というか、まあ、経営者目線でどういうふうなこうマネージメントで、まあ、みんながやる気になって SNS 発信していったのかっていうのを聞きたい。まず金子くんからいこうか。まあ、金子からで言うと当時は売りは顔だけだった。確かにイケメンだもんね、うん、めちゃくちゃ。で、まあ、正直接客もそのなんか若干ホストっぽいというか、あそのなんか容姿を褒めたりとか空気で再来させるみたいな感じ、はいはいはい、だったんですけど、まあ、僕ももちろんねこうお褒めのお言葉とかは使うんですけど、どっちかっていうとこう技術でこうお待ちいただくっていうスタンスで、技術解説とかの接客スタイルだったんで、ハンペン自身もね、あそうです、なんで、あこの感じかと思って、まずそこのこのルックス以外の修正を結構重ねた形があったんですけど、でも最初は分かりやすく、あの時こうバレエヤージュエアタッチといえばもうなんか僕みたいなハイライトというイメージがあったんで、もうそれのお店化をまずしなきゃいけないなってなりまして、戦略で言うとまず単価を、お店の単価を抑えたんです結構。あの時2万くらいあったものを1号くらいにして、で僕に指名料をつけて、僕に指名料払ってくる人と指名料払わなくてもフリーでいいやって人をすごい作ったんです。で金子にフリーを振りまくって一気に200万作ってもらって、そこからちょっとこうツーブリーチみたいな感じで彼なりに努力して360まで上がってって形で。ちょっと待って、はい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 、じゃあ僕解説していいですか。まず原宿でハイライトとかバレエアジュとかエアタッチをめちゃめちゃやってたんですよね。もうこのデザインといえばハンペンみたいなところまでやりましたと。で大宮行ってその技術を自分でやるかと思いきや、まあ当然自分でもやりつつだけど他の子でもできるようにマニュアル化したよね。あ、そうです、そうですね。マニュアル化して要は自分じゃなくても同じようなデザインができる子を育てつつ、まあ大宮のお客さんもこのデザインをやりたいって言ってくるから、まあ直接はんぺんじゃなくて他の子でも満足できるような状態を作ったっていうのがまず第一です。そのうちの一人の成功事例が金子くん。金子くんも、まあ、300オーバーまでやりましたと。でもそこから1000万までってまだ結構幅があるじゃないですか。そこはどうやったんですか。そこまで来るとお客さんいらっしゃるんで、あとは打ち出し方次第だと思うんで、その時コロナ後でこう、まあ、うちも結構発信頑張ってたんで、お店バーって盛り上がって、それでもう200だったのが半年後は600くらいまで行ったんですよ。僕が200で金子は400くらいって感じで、なんか数字おかしくない。そうっすね、あの、うん、結構やっぱスーパーサイヤ人としてお店出したんですけど、途中でやっぱ2みたいな感じになっちゃうと違うですか、戦闘力の前からインフレが始まるじゃないですか、うん、レディアルの中でも数字のインフレが起きちゃって、うん、200も別に普通、300もまあ普通って感じでなりました一応。でもすごい、あの6人同時でエアタッチって本を出版させていただいたんですけど、僕が1人でアシスタント 1.5 から2人で、はい、フロアに6人エアタッチのお客様を並べて、僕がなんか貼って、うん、ちょっと置いて、うん、って貼ってカウンセリングしてみたいな、バーってやるって無双をやってたら結構その枠を抱えるマニュアルもできたっていう、オペレーションが精度が上がってた、うん、それを見てた金子なので、まあ、別にそれをやればいいっていうところ。なるほどね。でそこに金子がオイブリーチって言って、僕は1回派だったんですけど、うんうん、まあ、売り上げ上げたいんで、2回したら、まあ、まあ、2倍までいかないですけど、まあ、うんうん、まあ、単価は上がるよね、なんですか、うん、っていう形で、多分そこから一気に400とかまでは、うん、自分でなんか、まあ、やっぱ稼げる楽しさも覚えると、売り上げ上げたくなるんで、うん、まあ、ちゃんと還元してたってところもポイントでありますし、まあ、あるあるですけど、やっぱ僕が育てたと言い切れるラインだったのにもかかわらず、ちゃんと好還元したっていうのは、育てれない人と僕の違い、うん、あー、なるほどね。売り上げ上げても残ってくれる、その単価をちょっと落としてでも、はい、まあ、とりあえず集客をかけました。で金子くんに限ってはそこからさらに単価を上げて売り上げのトップライン伸ばしました。でもなんでそこから1000万円かの白髪手術っていうデザインを、その白髪ぼかしを始めたんだ。そうです、あのエイジング世代に対する分かりやすい筋がっていう感じで、うんうん、マイナス20歳を歌ったようなデザインを始めたんですよ。それが TikTok で金子がカウンセリング動画でめちゃくちゃバズりまして、バズったんだ。要はすごいなんか上品な、まあ、60代くらいの女性を隣でこう、まあ、オレンジ髪の金子が丁寧に接客してめちゃくちゃ変わるっていうところで、うんうん、TikTok との相性も良くて、ビフォーアフターのね、上の世代とか金子っていうギャップもなんか美容師の動画っていうよりは一つのエンタメとして大バズりして何百万再生みたいな感じで回った時に盛り上げまた跳ね上がって、じゃあ何かこう段階はあるんだね、うん、TikTok に力入れたのがうち早かったと思います、ね、確かに、うん、レディアルといったら TikTok みたいなのがあるね。
サロンで単位でやったし、だって言うたらそう、金子くんも加藤氏も TikTok 集客多いでしょ。そうです。あと涼介っていうのもいるんですけど、23でそこ300くらいやったりするのも、まあ、TikTok なんですね。なるほどね。で、一回バズった後って再現性はある。例えば一回白髪ぼかしてバズるじゃん、はい、で、その後金子くんがじゃあ次の動画も白髪ぼかしてやったら、やっぱそれに伴ってお客さんも増えてくる。増えてましたね、すごい。じゃあ一回そのポジション取っちゃえば、大バズしなくても小バズでもお客さんは来る、うん、いらっしゃると思いますね。ただこう、うん、結構参入障壁が多分高いですよね。まあそうです、ショート動画とか編集がめちゃくちゃ大変なので、まあ、確かに労力かかる。あとはそもそも見せてるその技術自体がそもそもレベルが高い、あデザインのクオリティが高い、それはありますよね。からその競合はどうやらあのスタイルがウケるらしいぞ、どこどこの誰で何千万あの動画で集客してる、うん、噂は流れる、はい、けどそれをやってもクオリティの差とか編集の差とかがあるから、どうしてもその入ってきてもその参入障壁にもつながるし、うん、そうですね。あとは先行者利益ももちろんそれで再生回数取ってるっていうのが相まって、一人勝ち状態がやっぱりこう少し続きやすかったみたいなのもあるのかね。なるほどね。あと話してて思ったんですけど、僕より若い子しかいないので、僕と金子が今29、あスタッフがね、あそうです、うんうん、でそこから下は25、24、24、ほぼその下みたいな感じで、もう採用って多分どっちかっていうとこう分かれると思うんですけど、例えばですけど、楽な道で僕がバレエアージュ系の中途採用とかたくさんしてたら、この道はなかったと思ってて、新卒って形で育成ってなった結果、若い力がどんどん入っていって、お店の飲み会のテンションもめっちゃ若いんですけど、 SNS とかの情報共有の多分質もめちゃくちゃ若い、言うたらこう新しいこうイノベーションじゃないですか。そういうことだね、そういうことだね、確かに、はい。これちょっと経営者目線で腐すような質問しちゃっていいですか。はい、どうぞ。これ結構みんな経営者聞いてると思うんですけど、まあ若い子にはやってほしいじゃないですか、オーナー目線で、はい、もちろん SNS ね、あの広告費かかんない日でも、まあバズったらやめるよねみたいな、でもはんぺんもまあもちろんそれは加味した上でマネジメントしてるんだけど、はい、なんかそこら辺に対してはなんか どういう気持ちなの。そうですね、毎月全体ミーティングでこう会社の経営理念から話させていただいて、うんうん、生産性に対してアシスタントの賞与が出ますみたいなのがあるので、うんうん、今月はこの成果なので、あの、まあ、みんなアシスタントも頑張ってくれたね、今月はこのくらいの賞与って形でこう毎月やってるんですけど、 なのでチーム力が結構強いんですよ。あなるほど。スタイリスト忙しいけど給料に反映されるけど俺ら体力だけがしんどいじゃん、うん、っていう状況を生まない。じゃない。あそうです。なるほど。あとバレンヤージュとかも正直僕も皮下だけ貼ってバックとかサイドはアシスタントを貼るんですよ、はいはいはい、なのでなんか競争感がめちゃくちゃあると思います。達成感とかそのお客様も一緒に作ってるっていう意味での競争ね。あそうです、はいはいはい、なのですごいなんかアシスタントやってるって感覚ってよりは結構一緒にこう歩んでる感は他のサロンよりは、あなるほど、ね、なるほど、なんかヘルプのあの気だるい感じとかの空気は一切ない、うんうん、一緒に辺のお客さんのデザインを作ってるっていう感覚、うはい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 、これはでもすごいいいことだね、うんうん、なのでちゃんとそのお給料とかも透明性がちゃんとあるので、る、ね、なんかいわゆる搾取されてるって感覚も結構少ないんじゃないかな、はいはいはい、スタイリストさんへの還元率はどういう感じに、はい、なってるんですか。下から一応100万から400万までパーセントがこう変わってくるようになってるんですけど、こう累進具合、累進課税的な感じで、そうです。29から41までだったんですけど、41プラス指名料 100% バックがあって、別に鎌形君に相談したら、皆さん社保も払っててそれはマジやばいっすよって言ったら、ですよねって結果的に人件費率何パーぐらいに着地する。着地でも50%みたいな、結構高いね。そう、人件費率すごい高い。ロンドさんとかってうちもやっぱり 52、3% でずっと言ってたけど、ね、生産性がわーって上がってきてる分今は48とか。あでも平均年収900万ですもんね、うん、すごいよね。うちもそれこそ平均月収しか出してないですけど、うん、一応88万なんです。すごい、ね、約1000万ぐらい、まあ、平均平均です。マジで。ただ金子が、あ、まあ、異常に月で250くらい稼いでるんで、あとそうです、あのワンオペじゃないですよ、アシスタントありきの売り上げでもあるんで、うん、なんかそういう生活をしてるとそれこそフリーランスになろうってなりづらいのかな。確かにそれはあると思う、うん、あります、ね、しかもちゃんとお店がアシスタントを雇ってくれていて、教育もしてくれていて、で自分のお客さんを任せられる状況を作ってくれていて、で売上高くて還元率も高いだったら辞める理由がない。フリーランスになろうと思わない。だって900万とかもらっててフリーランスになろうと思わない。
そんな感じだと思います。あと一応これ精神的な問題なんですけど、やっぱ枠数を抱えた人ほどアシスタントとかお客様とかのこう気持ちが分かるんです、フロアにいるときに。まあ俺なんてマンツーでしかずっと来なかったからさ、だから人の気持ちはもう分かんなくて。いやいや、マウント取った人じゃん。精神的な気持ちに寄り添ったでもある意味オンラインサロン抱えたってことはいろんな人の思考が入るんですか。俺の場合は別な、そういう角度だと思うんですけど、結構そこはレディアの強みかもですね。なるほどね。あと、まあ、渋谷店あの内装で出すっていうのが正直あのモンスターのカトシがワクワクできるかどうかもあると思う。あ、だっていくらかけたってたっけ内装1500。うん、かかってる、かけましたよね、うん、うまく作ってるなっていう。ああ、かけるとことかけないとこ、いや、まあそうだね。あと材とかがこれ映えていいな、うちとは違うけどいいな、かっこいいなっていうね。いや、あれはでもすごい、うん、ブランドだよね、ブランディングに、だよね、やっぱね。1年前にワンホームブランディング始めてから変わったんですよ、見るものも作るものも。なるほど、ワンっていうのは中国っぽい。あ、そうです、うん、中国美人部屋、うん、あ、そう、うん、中国の内装を見たり中国の作品見た時に必ず内装が大事だなとか、うん、ステンレス必須だなとか、うん、デザイン思考にどんどんこう、なってたんですよ。でそれが結構作品に反映されて売り上げとか、バレイヤージュのあのスタイルで商品的な動きは得意だったんですけど、求人ってなった時になんか全然違かったので、健吾さんが見てた僕と、この1年間くらいの僕が全然違かったんですよ。変わったんだ。そうなんですよ。とりあえずね。お前が知ってる俺じゃねえよ。ほっとそうです。いや、ほんとに、でも、本当に、いや、すごいなと思ってて、俺もなんか、つい最近、ロンドさんの徹底解剖の動画を見返した時に、マキトさんがしれっと、店舗ビジネスなんだから、内装こそ集客だって求人でしょ、内装にお金かけるべきでしょって言ってたの、結構マジで本質なのかなってちょっとすごい刺さって改めて、店舗ビジネスだから内装にお金をかける、内装を豪華にする、綺麗にするって、まあ、確かにある意味そう言われればめっちゃそうだよな、って思ったんです、サロンビジネスの形態にもよるけれどもね、はい、だけどでもそう思って多分体現されてるよ ね結果出てる、ね、直結してるし。そうだよ、それこそあれですよね、あの店舗出したのを、稼げる、有名になった後に、あの内装で働き続けたいってこうなるべきだなって思ったりも、まあ、言ったら僕とかですら、大宮のあのやっぱコンクリートに椅子並べたくらいの店舗しか出せないような状況だったので、最初にね、そうです、そのぐらいでコスト抑えなきゃ出せないですよね、しざるを得ないっていう状況、最初は一人だったなんだろうね。でもみんなで毎月こうやってミーティングして成果を共有して、でそのなんか盛大な日々の成果があの箱になって、っていうそのなんか道筋とストーリーと、ストーリー性あるね、愛写真みたいのは結構大事にしてますね。なるほどね。でもそこでなんか自分の懐に入れずに次の投資だっつってあれを作るのはなんか本当に経営者としてもすごいなと思います、ね、いや間違いない。はい、実際もその、まあ、集客も求人もめちゃめちゃ調子よくて、あれの内装とあと SNS と、まあ、半辺のその若手を育てたいっていう思いというかマネージメントの掛け算が今のレディアルの結果を生んでるというところで、リスク恐れずみたいな。じゃあそろそろ締めということで、はい、半辺の今後の展望を、聞きたい聞きたい、レディアル、今後の展望は、まあ、20年後に、まあ、フロートさん、シマさん、ミンクスさんをレディアルは超えてたい、なるほど、常に走ってるよね、それはなんかこう数字とかじゃないですよね、なんか作ってるものとか内装とか、スタッフの感じとか、数字ができないライン、確かに印象的、定性的なと、まあ、ブランドというかね、あ、そうです、なんかそこをあえて数字化しないのも今の現状レディアルってどこなのかなって毎回ありません、なんかポジショニングありますねっていうのを今の感じの、まあ、並べたところってやっぱこう結構そこが僕の目標かな。なるほど、なるほど、本当都内きってのブランドサロンの目標ということで、それはでもちょっと楽しみです、ね、いや本当ですね、活躍を追っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いしますということで、締めましょうか。じゃあ、動画いいなと思った方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。あと概要欄に、ハンペン君と、ロンドさんのページも貼っておくので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。カラーの技術と知識を一から学べるような内容にしています。実際にそれを自分がお客様に提供できるように、サロンワークに活かせるような内容をイメージして作っています。感覚で教えていたヘアカラーを
理論で言葉で説明できるようになるので、後輩の成長率が圧倒的に上がるかなと思います。体験をすごく重要視しています。カラー理論を全て言語化しているので、一生使えるヘアカラーの武器が手に入ります。 SNS で見るような憧れるヘアカラーが自由自在に作れるようになります。見やすさだったり分かりやすさっていうのは、どこよりも力を入れて取り組んでいます。一生の武器を手に入れよう。